宝塚センデイズ劇場は、1998年5月30日から2000年12月13日まで、東京都千代田区丸の内 3-8-3 に開設された、宝塚歌劇団専用の仮設劇場。閉場後に、改装の上、開設された商業施設である、有楽町インフォス及び東京スポーツスクエアについても、この項で記述する。1997年に老朽化した東京宝塚劇場を複合高層ビルへの建て替えに伴い、宝塚歌劇の東京公演の拠点として使用された。使用期間が約1000日間だったことが劇場名の由来である。旧東京宝塚劇場時代は年間7ヶ月しか公演できなかったが、この専用劇場の会場で東京でも通年公演が可能になった。JR 東海道線、東海道新幹線の高架を越えて、日比谷側も含めた一帯が、東京都庁旧庁舎跡地で、土地は東京都の所有である。工業主体の阪急電鉄が、東京都と定期土地賃貸借契約を結び、期間満了後の2001年に、更地に戻すことを条件に、プレハブ建築で竣工された。あくまで仮設劇場であるため、迫と大劇場相当のオーケストラピットがなく、音楽は録音したものを使用していた。また、遮音も完全ではなく、静かな場面では、すぐ横を走る東海道新幹線の列車の走行音が聞こえることもあった。客席は1階席のみで、全2031席。シートが硬かったため、途中から座布団が置かれた。劇場脇には、宝塚歌劇のグッズショップ、キャトルレーブも併設されていた。2000年末の閉場後、当初の賃借契約では、建物は解体し、更地に戻す条件であったが、解体に伴う廃棄物の抑制を理由とする東京都の意向で、建物の所有権を阪急から住友不動産が譲り受けし、土地について東京都から10年間の定期借地権契約を締結。建物内部の劇場設備を取り払い2階建てに改築した上で専門店形態のショッピングセンター、インフォス有楽町へ改称し、同年11月にソフマップ、無印良品がそれぞれ1フロアを占有する旗艦店として開店した。2006年5月にソフマップがビックカメラと提携したことに伴う合理化の一環で閉店し、入れ替わりでビックカメラ有楽町店別館とコメ兵が入居した。2010年5月に東京都が2011年1月に到来する定期借地権の契約期間満了をもって契約終了とすることが報じられたため、契約が延長されない場合は2011年1月でテナントが撤退し、建物が解体される予定だった。しかし、東京都が方針を変更し、2016年5月までの契約を締結したため、ビックカメラとコメ兵のみが撤退し、2011年9月1日に1階にロフトがオープンし、同時に 2.3 階の無印良品もリニューアルされた。ロフトは旗艦店として運営。2017年度中に再開発の都市、計画決定を目指しており、国家戦略特区による事業として提案を行っている。またロフトは2017年6月11日をもって撤退し銀座に移転する。最後まで残っていた無印良品も2018年12月2日で閉店した。2019年2月よりラグビーワールドカップと2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた拠点である東京スポーツスクエアとして運営されている。期間中はラグビーワールドカップのボランティア及び東京2020大会のフィールドキャストシティキャストのオリエンテーション、研修、ラグビーワールドカップ期間中はファンゾーンとして、また東京2020大会期間中はオリンピック・パラリンピック開催都市メディアセンターとして利用される。ありがとうございます。